力してぶっ飛ばすぞ。ホーリーホール、いちいち喜んでないで負けを急ぐぞ。無事に火薬狩りに入りましたね。よかったです。火薬を爆発させないように注意してマイヤに戻りましょう。あっけなかったね。
君たちは誰か。あ、ニトロの火薬を取ってこさえておいて。うわ、そうじゃった。あ、いや、忘れたことなどなかったぞ。え、ま、待ちたまえ。うわ、そうじゃった。あれじゃな、わしの大砲2号か。ウルトラゴージャスターボキャノン2号の風よし、方向よし、フォルセナに飛ばしてやるぞ。準備。高原じゃねえか。あの野郎、失敗しやがったな。めんどくせえ。この穴だらけの高原を通る頃になるとは。もしかしてこの道を進むのですか。他にフォルセナに通じる道はないんだ。諦めて進むぞ。仕方ないですね。誰にでも失敗はあるものです。皆さん頑張りましょう。
注意しろ。あっけなかったよね。全滅させたようだな。私が倒します。皆さんが全滅しているぞ。私の敵じゃなかったな。させたようだな。先を急ぐぞ。
遭遇しないでしょ。
負ける気がしません。敵だ、注意しろ。どきなさい。よし、精錬、まだまだね。そこよ、これで。もう周囲に敵はいないようです。少し休んでいきませんか。敵よ、気をつけて。合わせるかしら。うわよ、ダブルアタック。本気切り。敵と遭遇しないでしょ。まずいわね。まだどきなさい。まだね。Thank you.
して行こう。暴れ足りないぜ。ボルセナは魔法王国アルテンからの突然の攻撃を受けていた。よし、お前たちはもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。
回避してよ。の魔導姫、また現れやがったら、今度さ、よし、急ごう。ここを陛下と聞けば。フォルセナの兵士だけじゃなく、アルデナのみんなも倒れてる。クレンの魔導士、フォルセナめちゃくちゃにしやがって。これ以上犠牲が出る前にあいつを倒すぞ。ええ、英雄王さんのところに急ぎましょう。ええ、英雄王さんのところに急ぎましょう。しっかり。俺はあそこのマナの女神像で回復するか。大丈夫。大丈夫だ。気を失ってるだけだ。強くなっている。精霊、力を貸して。
じて。暴れ足りないぜ。行きましょう。Fuck!
動けまい。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできないだろう。やはりアルテナの軍の魔導士か。なぜバルタは、いや、世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。そうか、聞きたいことはそれだけか。待て、ほほう、いつかの小僧か。覚えておく。待て、くそ、逃げるのか。俺と勝負しろ。グレンの魔導士、このあったら必ず。国王陛下、ご無事で。デュラン、戻っていたのか。英雄王さん、母をご存知の。ん？ではそちは断りの女王ヴァルダの娘だというのか。でもお母様は私を抹殺しようと。なんということだ、ヴァルダに娘がいたとは。何なの。いや、すまん、何でもない。何をもったいぶって、気になるじゃない。ケチケチしないで教えなさいよ。こら、プレイモノ、国王陛下に向かってなんということ。いや、構わん。すまんな、王女。いずれわかることかもしれんが、今は知らない方がいい。それにヴァルダの様子も気になる。あの心優しかったヴァルダが娘を殺そうとするとは。私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか、お前たちが。かつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると言われている。マナストーンの近くでそれら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊ウィル・オービスプと土の精霊ノームは見つけました。ジース！残りは6つか。商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました、必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。
親父？んにゃ、わいは弟のボンチュール。マイアに戻りたいんでしやろ？もうちょっと待ってんか。兄貴にもろって。
家だけは勘弁してくれ。俺の家なんだ。俺は。いいわよ。デュランってそういうところは頑固よね。でも残念だわ。デュランのお部屋見たかったの。ああ。だ、バカ野郎。いい商品揃えてるよ。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。気に入ったぜ。いい買い物したわ。またのお越しを。私はボンボヤジの弟、ボンジュール。あんさんたちのことはマイヤの兄貴んところへ送り戻してるさかい。乗っておくなあれ。わいは兄貴みたいなヘマはせんよけ。Thank you.
喜んでないで、先を急ぐぞ。